人工皮膚を貼ったりとかしてナチュラルに仕上げていくみたいな、そこの違いがあるので、はい、まあ一時私自分でリタ美少って名付けた。それでは本日の素敵なゲストをご紹介いたします。株式会社メイクアップディメンションズ代表取締役江川悦子さん、特殊メイクスーパーバイザーでいらっしゃいます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、江川さんには2週にわたりご登場いただいております。ありがとうございます。はい、まずもう突然なんですけれども、そもそも普通のメイクと特殊メイクの違いっていうのはどういうものなんでしょうか？そうですね、端的に言うと立体的なものと平面的なものっていう表現なんですけど、うん、はい、顔にただこうペイントだけで立体感作ったりとかするのが、うん、まあ、普通のビューティーメイクとすると、はい、特殊メイクはやはりちょっと何かプラスアルファで人工皮膚を貼ったりとかしてナチュラルに仕上げていくみたいな、そこの違いがあるので、はい、まあ一時私自分でリタ美少って名付けた時期もあるんですけれども、まあ、そういう意味合いを込めています。なるほど、江川さんが名付けた立体美少ということなんですね、はい、ご自身で何か職業病だなって思うようなことってあるんでしょうか？観察するっていうことがすごく大事なんですよ、で何でもリアルに作らなきゃいけないから、まあ、老人なら老人ってどんなところにシワが入ってどうなるんだろうとか、うん、鼻の形がみんな違うから、そういうのを観察するっていう癖があって、まあ、普段はほとんど車で動くのでそんなあれでもないですけど、電車とか乗ったら衝撃っていういろいろな方のこうお顔をさりげなく見る、そうなんですね、はい、じゃあ、まあ、じーっと見るとそうそれはまずいので失礼だし、そうですか、さりげなく、耳とかでもなんかこう普通に髪がこう降りててもちょっと尖ってたりして、あ、宇宙人の耳みたいとか思ったりする、変な意味じゃなくて、こう作ると楽しいなみたいな感じでつい見てしまうんですけど。そうなんですね。じゃあもういろいろその人々を観察する中から発想が湧いたりということもあるんですね、きっと。あります。そうですか。江川さんは今NHK の大河ドラマも参加なさっているということで、はい、もうまず麒麟が来る青天を衝けで、現在の鎌倉殿の13人も参加していらっしゃるということなんですけれども、やはりこうそれぞれ、例えば草なぎ剛さんなども、とってもこの曲げの部分が美しくて、草なぎさんのこう何と言いますか、気品のようなものがものすごく感じられた気がしたんですが、そういうその人の良さと言いますか、そういうのを引き出すみたいなことはこう工夫としてやられてるんでしょうか？そうですね、トータルに見て、そのお顔に合う、やっぱりこの中剃りの部分も、どのくらいだったらちょうどいい似合っているかとか、そういうのは考えます。時代的にその天正だとワイドハゲって言ってやったりしますけど、もう江戸ですから狭くていいわけですね、はい、じゃあ狭さ加減をまあ、史実にのっとって、お写真とかもあるからそれも参考にするけれども、やはり実際にメイクするときにはその役者さんに似合う形にちょっとアレンジします、あ、なるほど。ちょっとした角度だったり、おそらく どのあたりからこうハゲにするのかという、はい、ところですよね。そうです、そんなこうバランスなどもあるんですね、はい、きっととても大事なんです、そこが。そうですか。これはきっと一般の方だったり、いろんなこう街行く方を見たときに、あ、この方はこれだったら似合うかなみたいな、そういう感覚でも、まあ、相通じるものはありますね、はい、そうなんですね、そういえば私、時代劇の一番最初のお仕事っていうのは、山崎努さんでしたね。あ、そうですか、はい、で、それは
眉月かつらってなんか誰かが命名してくださって記事になったことがあるんですけど、はい、ええ、要はおでこまで全部もおでこから上全部はげてるところまで作って、はい、でこの眉もこう、はい、作り物の眉リアルにこう、はい、って再現したっていうのが時代劇に絡んだ最初なんですよ、はい、もう本当に80年代後半にやったような気がするんですけど、うん、ですからこうメイクをした場所が多かったということですよね。そうです、そうです、はい、あ、そうですか。それによってかなりでは人相が変わるというか雰囲気が変わりますよね。そうですね、その時はその秀吉の役で、うん、歴史上の絵には、はい、こうここに3本こうシワがあって、なんかそのシワをつけたいっていうご希望があって、それで私がまあ再現させていただいて、はい、でそれをするためにもここを何か人工皮膚を貼らないといかないので、それでここの部分とあの頭のとてっぺんと、はい、おでこを合体させたものを作ったりしてメイクしたんですけれど、山崎さんはどのようにおっしゃってたんでしょうか。楽しんでくださったと思ってます、うん、あ、そうですか、はい、やはりそれをでもこうつけると役者さんも気分が変わったりですとか、はい、役により入り込めるというか、そういう感覚ってあるんですかね。それはね、うん、あったっていうふうに聞いてます。そうですか、はい、やはりね、すっぴんだと自分だけど、うん、なんかこうメイクされることでその役へ近づいていくから、そのまますっと役に入りやすいとか、なるほど、老けメイクにしても何にしても、まあ、それこそ青天だと若い方が役者さんだったので、かなり年代取っていくんですけど、はい、最初の頃はあんまりこうメイクをしなかったんですね、特殊メイクでは。それですとやっぱりね、老けてないとこの役やりづらくなってきたみたいな、そういうご意見があって、じゃあやっぱりもう早めてやろうみたいな、なるほど、そういうご意見も踏まえながら少し、はい、早め老けるのを早めさせたりですとか、そうですね、あるんですね。はい、いろいろあります。今老けメイクってあったんですが、やはり女性としては、うん、やはりこうあまり老けたくないですとか、うん、そういう気持ちってあるのかななんて思うんですけど、うん、女優絶対いやいや、やはりこう女優さんなどはどうなんでしょうね、そのあたり、老けたくないっていう気持ちは皆さんおありです、当然、はい、で特にこう、ね、美しさで売ってる方だと、うん、はい、それはもう変化はちょっと怖いっていう気持ちがあるので、うん、特殊メイクをするときにはかなりこうやり取りをして、うん、この役だからこのくらいは老けないとっていうお話でまとめていこうとするんですけど、うん、ご本人はね、私一度経験したのはすごくやる気があって、うん、もうこんな写真が残っているから、はい、この役はこのくらいシワシワに作ってくれないともう入っていけないのっておっしゃって、強く強く言われたので、はい、もう真に受けてっていうかあれですけど、まあ、しっかりそれに近いイメージで一度作ってテストメイクをしたら、やりすぎてる、これじゃあ私のファンは悲しむわみたいになって、でまたちょっとマイルドバージョン作り直して、でまた再度テストしたりとか、そういう実際にやり取りはしました。そうなんですね。ですからこう実際にこうお話をしながら近づけていくというか、そういう過程があるわけなんですね、プロセスが。そうなんです、かなり余裕のある作品なんですけど、そういうのがないともうパッとしなくちゃいけないので、はい、ちょっとトラブルはないですけど、ちょっと老けすぎて寂しいなみたいな表情になったりとか、やっぱりね、気分が落ち込むんですよ、老けた顔を見ると。そうですよね、うん、やっぱりこう綺麗で明るくなってるとルンルンっていう気分が出てきちゃうんですけど、もうその辺はものすごくはっきりしてて、だから役的にほんわかっとして優しいおばあちゃんを演じるんだったらほんわかっと作ってあげないとダメとか、だからそのさじ加減っていうのを、そこをきっかけに私はすごくこう気にしてこうやり取りするようになりましたね。あ、そうですか。そういった実際にその特殊メイクをすることによって、その方が新たな自分を発見したり、あ、こういう役もできるかもしれないとか、そういうこう新たな境地になることってあるんですかね、今イメージしたんですけれど。そうですね、実際にあると思います、はい、あるという、そういうふうに話してくださる方もいるので、
自分の、まあ、老けメイクで言えば、おじいちゃんこんな顔してるよって途中で言い出したりすると、そうなのって、あの別にほら見せていただいてるわけじゃないから、あのおじい様のお顔知らないんだけどっていうところで、あの作ってるから、それはなんかすごく嬉しい反応だし、あと坊主にしてもつるっぱげの綺麗な坊主作っていて、こう間近で見てるあの俳優仲間さんが、いや思い切ってやったねって、つまり本当に剃ったと思って会話してたって言うんですね、でそういうの聞くと、もうすごく嬉しいなと思いますね。そうですね、いや本当に剃ったのと見間違うぐらい成功にできてるってことですよね。そうなんです。でもそれは逆説的に言うと、特殊メイクじゃなかったと思ってるわけですから、全然そこ喜んでいいのかどうかみたいなところはあるんですけど、なるほど、ちょっと寂しいかなっていう、ちょっと寂しいところはありますけど、いやでも素晴らしいですね、そうやって、あのもう常にではこうどうやったらあのその作品というか形になるのかなというようなところをこうもう追求し続けているということですよね。はい、あの、素材とかはもう本当に絶えず工夫して柔らかく、あの調合して作るものなんですけど、そう調合を柔らかくしてみたり、ちょっと硬くしたりとか、どこの部分は柔らかい方がいいけど、どこはなんとかとかね、いろいろやりながら、あの止まることがないというか、終わりがないっていうような気持ちです、あ、そうなんですね。あの先週もお聞きしたんですけれども、あのこの度受賞を、なさいまして、文化庁の2021年度芸術選奨映画部門で文部科学大臣賞を受賞されましたけれども、やはりこうみんなでこう作り上げたものなんだって先週もおっしゃってたんですが、やはりこうものを作ってで形にして、で世の中に出していく、これってすごい喜びなんだなってこう感じられたんですけれども、江川さんにとってそのものづくり、そしてこういった特殊メイクの世界は江川さんにとってどんなものなんでしょうか。あのまあ何でしょう、まあ、いわゆる縁の下の力持ち的なことで考えていくと、あの目立たない方が成功しているっていう、そういうイメージなんですけど、あとはそのなんだろう、みんなの力で作ってるっていうのは本当にね、あの完成すると感じるんですけど、誰が欠けてもできないよねみたいなところがあるんですね。だからあのただ部署的に特殊メイクっていうのは関わりが薄い作品もあるんですよ、一番最後で何十年後にポーンって飛んで老けてるから、この老けメイクがいるだったりとか、そうかと思えばそれだともう1日か2日、ちょっとしか出番がないから、1本の作品って言っても本当に関わり薄いから、アウェイなイメージな感じなんですよね。なるほど。ところが主役とかに、出番イコールもうこの顔とかこの、まあ、頭とかそういう何かがあると毎回ですから、すごいこちらの出動数にもなっていくんですね、そうすると関わりがどんどん深くなるから、なんかもうファミリーみたいな感じに、なっていったりとか、そういう感覚がこういろいろ作品によって違ってて、それがそれで楽しくやってます。そうですね。いやなんかね、ものづくりへのこう情熱とか、こう人々へのこう愛とか、そういうものがすごく感じられた気がしましたが、あの最後にリスナーの皆様に向けてメッセージをいただけますでしょうか。そうですね、あの特殊メイクって、まあ、ホラー映画とか、妖怪とかそういうものしか知らない方って多いと思うんですね、で私もそういう作品いくつもしますけ、あの関わっているんですけれど、やっぱりあの普通のドラマ、普通の作品の中で、特殊メイクってかなり使われているので、見た時にもしかしたらこれ特殊メイクかなと思って見ていただけたら、嬉しいなっていう気はしますね。そうですね、でも今のお話伺うとそういう目線で見ちゃいますね、これはい、いやもう江川さん本当に貴重なお話の数々ありがとうございます。実は来週もご登場いただけるということで、とても楽しみにしております、本当にありがとうございました、ありがとうございました。必ずゴールド、金色が出ますね。ということは江川さんが喋ると何かね、相手が凛としますね。
そうですか、はい、何か信念とか軸を持ったよ。